1998年、中国大連、ある一人の女性が忽然と姿を消した。失踪したのは大連テレビ局の美人アナウンサー、チョイケツ。当時人気番組の司会者まで務め、著名だった彼女は、突如何の前触れもなくその行方をくらませた。様々な憶測が飛び交う中、チョウの行方は不明のまま、その後何年もの月日が経ち、彼女の存在は徐々に忘れ去られつつあった。ところがチョウの失踪から6年後の2004年4月、思わぬ場所でチョウと思われる人物が発見されたというのだ。しかし、そのチョウらしき人物を見た人々は恐怖に襲われた。それもそのはず、チョウとおぼしき人物の体は人体標本として展示されていたのだ。今回は、失踪した美人女子アナが人体標本と化して発見された闇深い事件を紹介する。突然姿を消した美人アナウンサー、チョイケツ。展示会で飾られたチョウとおぼしき標本の正体は本当に彼女だったのか、標本となったその人物がチョウなのではないかという疑念が生まれたのには理由があった。実は彼女と問題の人体標本展の主催団体の間には我々の想像を超えた闇深いつながりがあったのだ。現在から遡ること24年前、1998年の中国大連でこの事件は起こった。大連テレビのアナウンサー、チョイケツは当時視聴者から高い人気を誇る看板アナウンサーだった。女優出身だったチョウはその美しいルックスと愛くるしい人柄、さらに高いトーク力を武器に大連を代表するテレビキャスターにも選ばれた。最終的には大連の人気番組の司会者まで務める超売れっ子だった。そんなチョウはプライベートでは20代前半で結婚、子供も儲け、まさに順風満帆な人生を送っていた。ところが、誰もが知る超有名アナウンサーで絶大な人気を誇っていたはずのチョウは、ある日を境にパッタリとテレビ番組の出演がなくなってしまった。さらにはなんと、彼女の行方を家族や知人すら把握していない状態だったのだ。インターネット上ではチョウの身の安全を心配する声が相次いだ。というのも、失踪した当時チョウは妊娠8ヶ月だった。理由が何にせよ、自ら一人で姿をくらませるとは考えにくい状況だったのだ。事件に巻き込まれたのではないか、思い詰めて命を絶ってしまったのではないか、など様々な憶測が飛び交うも、結局有力な情報は何一つつかめないまま、何年もの月日が流れていった。ところが、チョウが姿を消してから6年が経った2004年4月、驚きの情報が飛び込んでくる。ある意外な場所で、チョウとおぼしき人物が発見されたというのだ。そしてその意外な場所というのが、人体の不思議展会場。人体の不思議展とは、1995年以降、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各地で開催された展示会だ。日本でも1996年から2012年にかけて36の都市を巡回し、延べ650万人以上を動員した。この展示会が注目を集めたのにはある理由があった。それは、会場に並べられた展示物が全て本物の遺体であるということだ。人体の不思議展に展示された人体標本は、模型ではなく皮膚を剥ぎ取り、筋肉や内臓をむき出しにした人間の遺体。人間の遺体を、プラスティネーションというある特殊な技術により加工し展示していたのだ。プラスティネーションとは、人間の体に含まれる水分や脂肪分をプラスチックなどの合成樹脂に置き換える技術のこと。この技術が開発されたことにより、リアルな形状を残しながらも遺体を腐敗させず常温で長期間保存することが可能になった。プラスティネーションを開発したドイツの解剖学者、グンター・フォン・ハーゲンスはこの技術で特許を取得。さらにプラスティネーションを紹介するために世界各地で人体の不思議展を開催した。プラスティネーションで作られた全身標本は当時の値段で一体1500万円から3000万円。中国の大連に遺体加工工場を設置し、大量の人体標本を制作していた。そんな人体の不思議展は中国でも開催された。そして2004年4月、人体の不思議展を見た観客からのリークが世間を騒然とさせたのだ。人体の不思議展に展示されたある一体の標本が、失踪したチョウイケツにそっくりだったというのだ。いくら失踪したからとはいえ、あまりにも突拍子もないデタラメ、他人の空似に違いない、そう思う人も当初少なくなかった。だが、これを単なるデタラメ、
とは片付けられないある事情があった。実は当時、世界中でこの人体の不思議展が問題視され始めていたのだ。開催当初の人体の不思議展は、医学や解剖学の現場でしか見られない人体の仕組みを間近で見られる画期的な催しだと高く評価されていた。しかし主催者は、世界中で展示会を開けるだけの数の遺体を一体どうやって入手していたのか、この疑問が浮かび上がり、次第に遺体の入手元の不透明さが指摘されるようになっていたのだ。そして蝶の失踪と人体の不思議展の疑惑は、ネットを中心に多くの憶測が飛び交い、2つの出来事は急速に結びついていったのだ。人体の不思議展で展示された標本は、皮膚を剥ぎ取られているものの、顔の輪郭などは残っている。問題の標本が話題になったのは、その顔立ちが蝶によく似ていたためだった。そしてこの噂を聞きつけたある記者が、標本の3サイズを測定したところ、3サイズのみならず、足の大きさまでも蝶のものとほぼ同じであることが判明したのだ。さらに衝撃的なことに、人体標本のお腹の中にはなんと妊娠8ヶ月相当の胎児が。このことも標本が蝶なのではないかと騒がれた要因となっていた。騒動の中、この妊婦の標本を作った解剖学者は、遺体は遺族から寄贈されたものですと説明していた。しかしこの説明には多くの疑問が残るという。なぜなら人体の不思議展は、遺体の身元の不明瞭さだけではなく、その展示スタイルにもたびたび指摘を受けていたからだ。遺体を輪切りにスライスしたり、学術的とは言い難いポーズを取らせたりと、倫理観を疑いたくなるような展示の仕方に批判が集まっていた。そのような批判が相次いでいる展示会に、果たして遺族が妊婦と胎児の遺体を提供しようと思うだろうか。さらに1999年、中国の大連に人体の加工工場を作ったハーゲン博士は、ニューヨークタイムズの取材に対し、中国を選んだ理由、それは簡単だよ。医療技術を持つスタッフの人件費は安いし、何より本人や家族の同意がいらない新鮮な遺体が大量に手に入るんだと話しており、こうしたコメントから人体標本にされるのは遺族からの寄贈ではなく、非人道的なやり方で調達された遺体だという噂が流れ始めたのだ。いくつもある噂の中でも根強かったのが、中国共産党当局によって弾圧され不当逮捕された大勢の思想犯の遺体だという説だ。政府に盾つく人間を強制連行し、臓器売買や人体標本などのビジネスに活用しているという恐ろしい噂が出回った。こうした背景から、蝶と似た妊婦の遺体が寄贈されたものであるという説を信じる国民は少なく、疑惑はどんどん深まっていくばかりだった。蝶が行方不明になる直前、テレビ業界では彼女に関するあるゴシップが広まっていた。それは蝶と当時大連の市長だった男との不倫疑惑だ。当時白市長は、大連の代表するようなキャスターを選抜しようじゃないかと大連テレビに提案し、そこで選ばれたのが当時20代前半の蝶だった。白市長は無類の女好きで、歌手やモデル、女優など、これまでにも数々の女性と関係を持っており、そんな白が美しい蝶に手を出さないはずがなかった。とはいえ家庭のある蝶は白の誘いを拒むかと思いきや、逆に市長のお眼鏡にかなったことをひけらかすかのように、テレビ局内でも匂わせ行動を繰り返していたのだという。もはや公然の秘密となった2人の関係。しかしこれが恐ろしい結末を招くことになったのだ。市長夫人である国傀儡は2人の関係を知ると激怒する。夫の不貞には慣れっこだった傀儡だが、蝶の自慢げな態度がどうしても許せなかったようだ。さらには自身の夫の子を妊娠していると知ると、その怒りのボルテージはさらに上がっていった。傀儡はペンネームを使い、地元紙に蝶の悪評の数々を投稿。しかしそれだけでは彼女の怒りは収まらなかった。なんと公安警察の人脈を使い、大連テレビに圧力をかけ、蝶をアナウンサーの座から引きずり下ろしたのだ。その後も傀儡の蝶への仕打ちはどんどんエスカレートしていった。蝶を南山品館という建物に監禁し、日々監禁された彼女を怒りのままになじり続けたという。蝶が番組から姿を消したのは、そんな噂が広がったのと同じ時期、蝶らしき妊婦の標本が派遣され、傀儡に疑惑の目が向けられる中、さらにある事実が明らかになった。そしてこの事実が明るみになったことにより、蝶失踪に傀儡が関与している説は一気に現実味を帯びることとなったのだ。その事実とは、
傀儡が人体の不思議展制作の総責任者であるという事実だ。というのも実は人体の不思議展にはプラスティネーションを開発したハーゲン博士とは全くの無関係の非公式の展示会が存在していたのだ。2002年以降に人体の不思議展と銘打って開催された展示会は全て非公式、プラスティネーションを模倣した中国人団体によって制作されていたのだ。腸に似た妊婦の標本が展示されたのは2004年、つまりこれも非公式の展示会だ。大連市長夫人だった傀儡は当時展示会の制作の総責任者を務めており、人体標本の貸し出しや販売を取り仕切っていた。つまり彼女はバイヤーだったのだ。警察から拷問や極刑によって亡くなった民間人の遺体を秘密裏に仕入れビジネスを行っていたとも言われている。大連のハイテク開発地区に加工工場はあった。周囲をぐるりと塀で囲まれ物々しい雰囲気だという。傀儡が仕入れた遺体は一度でトラック 4、5台分あったとも言われている。地下通路を通り工場内部に持ち込まれていた。工場に運び込まれるとすぐに巨大な水槽でホルマリン漬けにされる。運ばれてくる遺体の数は多く、流れ作業のように水槽へ放り込まれていたという。しかし職員はある時見覚えのある顔を見た気がして手を止めたという。それから数年後、職員たちは当時の様子をこう語った。あの時工場に運び込まれてきたのは確かに腸輸血だった。工場内の情報は厳しく管理されていた。もしかすると誰かがでっち上げたただの噂かもしれない。しかしこのような証言や様々な情報が明らかとなったことで中国だけではなく世界各国の人々は戦慄した。もちろん妊婦の標本の DNA 鑑定を求める声が集まったが、傀儡はなぜかこれを頑なに拒否した。この一連の騒動を受け、アメリカまでもが真実を求め標本の身元調査の依頼要請をしたが、中国はこれを拒否。中国は世界中から非難を浴びることとなった。かくしてこの事件の真相は闇の中に葬られた。しかし2018年、市長夫妻は別の事件や収賄、横領罪などで逮捕され、裁判で無期懲役を言い渡された。しかし人体の不思議点にまつわる出来事は罪に問われていない。現在でもネット上では腸の行方に関する議論が繰り広げられている。もう一つ恐ろしい真実を話すと、実はネットなどに掲載されている写真の多くは腸本人のものではない。なぜなら腸の失踪以降、彼女に関する公式な資料がなぜかほとんどなくなってしまっていたからだ。犯罪の発覚を恐れた夫妻によって報道規制が敷かれ、さらにはネットの情報まで一掃されたともっぱら噂なのだ。果たして腸は本当に人体標本になってしまったのか、それとも未だにどこかで生きているのか。もしどこかで生きていたとしても、中国の体質を考えれば危険を冒してまで名乗り出ることはないだろう。今もどこかで娘と二人幸せに暮らしていることを願わずにはいられない。